日本の宇宙開発の父、糸川秀夫。小惑星糸川を目指して宇宙を旅した探査機はやぶさは、多くの日本人に夢を与えた。小惑星糸川は言うまでもなく、日本の宇宙開発の父、糸川秀夫にちなんでいる。若い頃、空に憧れていた糸川は、ゼロ戦と並ぶ名機はやぶさの設計に関わっていた。戦後、日本の宇宙開発はその糸川が開発したペンシルロケットから始まった。当時、日本にはロケットを追跡するレーダー技術がなかった。だが、糸川はロケットを水平に発射することで、その実験を可能にした。その手法は探査機はやぶさにも受け継がれている。糸川の業績と無限の好奇心は、日本の宇宙開発の大きな目標になっている。Père de l'exploration spatiale。ビジョン。